グロービス試験録皆さまこんにちは G1 経営者会議あの第2部グローバルの文化会ということでよろしくお願いいたします元気いっぱいによろしくお願いいたしますえっと今日のお題なんですけどあの世界ナンバーワンという言葉がさっきも何,何度も出てきましたがナンバーワンを目指すブランド戦略と仕組みづくりということでございます でなぜこれあの世界ナンバーワンのを目指すブランド戦略ということがあの必要なのかっていうところの位置づけだけ最初、ちょっと冒頭触れてから始めていければなというふうふに思ってたんですけどまず、このブランド戦略っていうこと究極的には企業財務成長であったりとかリスク回避みたいなところにあの落ちてこなくちゃいけないかなというふうふに思うんですけど直近、やっぱりこの継続的な成長っていうのがどの企業体でも非常に難しくなってきているというところがあると思います。あの まあ金正が最近このえっと二年間ぐらいですねえっと調査した内容があの研究した内容をちょうどこの間出していたりとかしたんですが全世界の上場企業というのを見ていったあの統計的に見ていったときに二千十年からあの十九年あのに対してえっと売上平均成長率があの軽ががえっと十パーセント以上をあの行く企業っていうのが発射中一社しかなかったんですねでこの発射中一社なんですけどこれをさらに継続的に やっていくのがさらに難しいというところで GDP、自分の,あの国の、えっと、会社がある国の GDP 以上にあの成長していくというのを30年間続けられた企業というのは10社中1社になっていくというところで非常に難しいそもそもこれ成長をしていく成長を選ぶということが難しいということになっていると思うんですけどただ、この成長というのがすごく意味があるということもあの統計的に出ていて。 あの先ほどあの申したところですが成長のトップクオータイルあのトップ25%。 に入ったあの企業というのは平均の企業と比べてあのトータルシェアホーダーリターン TSL だったり株主総利回りっていうところリターンですねの観点に行くと平均よりも30%ほど高いという事実があの出てきておりますでこれ日本企業にも同じその数字の中から抽出して当て,当てはめてみた時にも同じくでトップクォーターに入ってる企業というのはだいたい10%ぐらいあの過去5年間ぐらい伸びていたんですがこの企業群に関してもあの株主リターンというのが30%ほど高いという事実があの 分かってきてたんですねなんですがあの、これをグローバルの消費者だったりとかにあの伝えていったりとか、それで成長していくっていうこともそうですし、その中であの人材だったりとか組織に浸透させていくっていうところも非常に難しいですし、な,なおさらさらにそれを自律的なあの組織のこう仕組みとしてやっていくっていうのも非常に難しいあの課題で皆さんも抱えられてるんじゃないかなというふうにあの思っております。そんな中あの中 ということも背景もあり今日のセッションというのは前半にですねぜひパネリストの方々日本企業の大企業というところ日本を代表したメガベンチャーというところあとは外資系のブランドの,あの企業の日本での,あのアジアでのプレゼンスという話もあるのでその中で前半戦 今までやってきている中でこういった成功体験があったとかこういった失敗談があったとっいうところをぜひ具体的にお伺いしたいというところこれは仕組みのところだったりとか含めてですね前半やっていければなというふうに思ってますのと後半少し最後触れれたらと思っているのは今後こういったブランドあの戦略であったりとか そのあたりどういうふうに変わっていったりとかするのかというところの皆さんの,あの見解というところをお伺いできてまあ今現在の学びそして将来に向けたあの何か資産になればなというふうに思っておりますじゃあ最初その前半戦のところぜひ始めていければなというふうに思ってるんですけど今の,あの最近の学びはまた難しかったと伊垣さんからじゃあぜひあのお願いしてもよろしいでしょうか。 はい山田さんありがとうございます改めましてオムロンの井垣と申します現在オムロンでですねブランド戦略それから広報シェアホルダーリレーションインベスターリレーションそれからサステナビリティ推進を統括しています皆さんオムロンというとですね血圧計とか体温計とかのヘルスケアの機器でおなじみいただいてる 方も多いいんんでではないかと思うんですけど実はですねこのヘルスケアのビジネスって売り上げの全体の2割弱でございまして残りはいわゆる B2B といわれるところでございます主力の授業はですね工場のファクトリーオートメーションの事業でございまして、まあ、そういう観点から今日はですね あの B2B B と B2C、合わせ持つまあコングロマリット経営という観点からのグローバルなブランド戦略どうするのかという観点でお話をさせていただきたいと思います。で最初にお題として山田さんからですねえまあその、えー 課題というか、えー、成功あるいは失敗の事例ということでお話しいただいたんですけども、まあ、私はオブロングループの、えー、ブランド戦略を担っている立場として最近感じている、えー、課題感というのを最初にちょっと皆さんと共有させてもらえればと思っています。えー、それはですねどういう課題感かというと、えー、今日のお題でもあるですねこの「世界ナンバーワン」っていうこの「世界」って 今のブランドにとってどういう意味を持つんだろうっていうのが最近とても悩んでいましてどういうことかといいますと昔のブランド戦略グローバルなブランド戦略っていわれるものは世界中のあらゆるマーケットにおいて同じ顧客体験を保証するというのがグローバルなブランディングだったと思うんですね。その時その時に求められてたのは ブランドをいかにマネージするかっていう観点でのブランド戦略だったと思うんですけれどもそれがここ近年ですねまあ米中の対立であったりコロナがあったりとかあるいはロシアウクライナ紛争というものが起きる中で完全にこの世界というものがまあよく言えば価値観が多様化しているものが顕在化しているまあ悪く言えば分断であったりですとかえまあ対立 する価値観、まあ、そういうい世界図になってきたと思うんで,す、ね、でそうするとそこでブランドに求められるものっていうのはやはり同じ顧客体験っていうその顧客自体が価値観がもう多様化してるので成り立たなくなっているなでこれからはそういう対立する価値観をいかに、えー、ブランドが、えー、包括していくか。 まあ分かりやすく言うといかにリーダーシップをとって自分たちの価値観のスタンスを明確にして、まあ、分かりやすく言うとあの価値観が違う人を切り捨ててもです、ね、熱烈に、えー、サポートしてくれるもうファンの人のために価値を提供していくっていうのがグローバルなブランドの戦略になってきてるんじゃないかな。 そんなふうに感じるんですね。ですので、今日は、あの、皆さんとのディスカッションにおいては。こういうちょっと価値観を前提にして、こう、マネージメントからリーダーシップに変わっていく。そのブランド、グローバルブランドってどういうものなのかっていう観点で、ぜひ。意見交換させてもらえればと思ってますので。よろしくお願いします。さんありがとうございます。はい、マネージメントが、ね、リーダーシップ非常に面白いキーワードで。これ、あの、ウクライナの時とか、まさにそうだったんです。もうスタンスを出さないと。 あのもう全然こうダメになってきてるみたいなブランドがそれぞれってことで、はい、そのあたりと思われたこととかもあったんですが今やられている中でそのリーダーシップへっていうところのシフトの中でオムロンのの会社の中ででいかかがでしたかあもうあの最初、侵攻が始まった時ですね私たちえロシアでもビジネスしてますしえ社員もえそれからビジネスパートナーもロシア、ウクライナ両方にいるんですね。 でこの時に、やはり会社としてのスタンスを、えー、明確にしなければいけないということで結論としてはいち早くロシアのマーケットから撤退をいたしました、えー、したんですけれどもこれをどう世の中や、えー、社員に伝えるのかというところで悩みましてでこの時に痛感したのはです、ね、昔ですと、えー、会社としてのステートメントをグローバルに一斉に発信すると思うんですね。 でも今回、それが成り立たなくてですね、えー、具体的に言うと中国と韓国ではこのメッセージを発信しませんでしたこれは現地の地域の統括会社があるんですけどもそのエリアのプレジデントに確認したところを出さないでくれとで中国は明確ですねもう政府のスタンスと違うので、えー、そういうメッセージを出すと中央政府に目をつけられるで韓国はその時ちょうど大統領選だったので誰も興味持ってないと <laughs> そんなもん出す必要がない ということで、えー、この2つのエリアだけ出さずに、えー、まず欧州、米州それからアジア・パシフィック地,地域でメッセージを出して次に日本で出してっていう順番でやったという、まあ、あの結論から言うとグローバル統一のメッセージング自体がもう成り立たない時代になってきたな非常に難しい時代になってきたなというのを痛感しておおりりりままますすありがととうございい、ま、たちょっとそのあたりもお伺いできればな続いてじゃあ岡部さん、あの資生堂をお伺いしたいんですけど。 特にあの岡部さんはずっとあのブランドマーケティングの出身者であった、しかも特にこのブランド資生堂っていう資生堂の中でも、本当に期間、看板ブランドを率いてらっしゃってたところだったので、それがあの研究開発あの、RD のところの今ヘッドにもあの見られるようになってっいうことだと思うんですけど、これの企業戦略の根本に結構関わるこのねマーケティング、ブランディングのところからあの研究開発もっていうところだと思いますけど、そのあたりも含めて、最近、うまくいってた、やられてる中でうまくいってた、このブランド戦略の例またはその失敗談 難しかったとこ、ぜひお伺いできればと思うんですけど、りましでしょうか、はい。あの、改めておはようございます。資生堂のおかげでございます。え、今ご紹介にあったように、私もともとマーケティングを中心に、えー、ずっと、あの。 資生堂でで働いてきたんですけれど私、まあ、昨今去年ですかね R&D の方に移管しましまたで今日のセッションはブランディングマーケティングということなんでそこからお話をしたいと思うんですが、まあ、私は10年ぐらいですねクレードポーという資生堂で一番最高級のブランドの責任者をやりその後グローバルブランドの資生堂をやってきました。 まあクレードポーと言われますとトヨタでいうと男性の方はねなかなかクレードポーってご存知じゃないかもしれませんがレクサスというふうに思っていただいてよくてまあトヨタというブランドから一歩最上級のラインで場所を変え売る場所を変えコンセプトを変えターゲットを変えまあそういうようなブランドを資生度の中から飛び出して作ったのがクレードポーというブランドです。 でもう一個のところが資生堂、まあ、これど真ん中の資生堂なんですけれどもこの2つを主に、ね、こうやってきましたその時のまあ成功要因といいますか何かというかやはり私が最初手掛けたのはコアバリューあのこのブランドはどういう、まあ、先ほどの全体会のセッションでもあったように会社にパーパスがあるように会社にビジョンがあるようにブランドにもパーパスがありビジョンがあるんですね。でやははりそのブランドというの,はその やはりそこに働く人たちがやはりそのブランドを体現していく人になっていくそういった時に一番私が手がけたのはこのブランドのコアバリューは何なのか一番の価値は何なのかっていうのを徹底的に調べましたでそれを定義し、まあ、クレードポーで言いますと「ラディアンス」という定義しましたねこれは何どういうふうに作ったかというと世界中の女性たち、まあ ものを買って5万円のクリームを買うのにまたは1万円の化粧水を買うのになんで買ってるんですかっていう質問をしましたそこから出てきた答えは私輝きたいんですよね、まあ、そういうインサイトだったんですで逆説に考えるとそれはラディアンスということを提供するブランドっていうようなことで定義しましたまあこんなような形でブランドを日本だけではなく世界で通じる イインサト生活者が望んでいる5万円のクリームに望むことはそういうインサイトだったんですねまあそういうことがまあ成功体験としてこうあったんですけれどもじゃあ何が一番大変だったかというのはもうここを今岩城さんも言っていただきましたが一つのバリューだけでは世界では今戦えなくなってきたんですねでそれぞれリージョンまあそれぞれの地域求めてるものが変わってきたんです。 でそれに対ししててどうアアジャストいいるか、まあ、コアバリューは変わらないんですねただ実際の商品求める商品求めるコミュニケーション求めるこういう今で言うとデジタルで、ね、ソーシャル、えー、これが微妙に違うんですねでそれをどうアジャストしていくかそうすると結局、えー、一つのコアバリュー一つの商品を作ってももうオーダーしてくれない作ったクリエイティブを使ってくれない。 えーようなね、このような現象が昨今、数年間起きくていました、ここが一番苦しんだところですよね、なので、それをどう乗り越えていってるか、まだこれはまだ継続中ですけれども、やはりリージョンの人たち、リージョンのマーケティングチームといかにワンチームとなって進めていくチームを作れるか。そこにまあヘッドクォー,ター グローバルヘッドクォーターというこう偉そうに上にいるのではなく本当にワンチームとなってリージョンのマーケティングチームブランドチームとやっていくこれが今私がチャレンジしてたことであり今継続的にやってることですねありがとうございます、はい、ぜひそのあたりのあの組織をどうね浸透させていくかということも後ほどお伺いできればなというふうに思うんですけど矢木沢さんあのケイトスペード 2017年コーチあのとの経営統合だったりとかもあってもう本当にグローバルで変化してきたブランドでもあると思うんですけど、そういった成功体験また難しさい,いかがでしょうか。はいあのありがとうございます。初めましてケイトスペードのプレジデントの柳沢と申します。本日はよろしくお願いします。えっと山田さんからえっとご質問された。 成功体験とかあと失敗体験失敗のほうが多いんじゃないかなって思うがたくさんありましてであの今ご紹介いただいているよりケイト・スペードというのはタペストリングという、えー、とニューヨークを本社においてコーチスチュワート・ワイツマンケイト・スペードという3ブランドをあのえっ、ー、と マネしててる会社になってますで北米だったりアジアだったりと中心に展開あとヨーロッパを中心に展開していて約2万人の社員がいる会社ですで私はちょっと皆さんと違って反対側にいるのでリージョンサイドにいるんですが私はこのブランドのプレゼントを1999年からやっております。 でケイト・スペードというブランドなんですが1993年に、えー、と2人のカップルからスタートしまして本当にスタートアップとしてこの世界にないハンドバッグを作りたいというところからスタートしてますで6つのハンドバッグからスタートして今ではライフスタイルブランドで約20カテゴリーを展開するカテゴリーになったんですがやっぱり今のおっしゃってたようにブランドが大きくなってくるリージョンが増えてくるあとは時代が変わる。 あと組織が変わる経営が変わるっていうたびにやっぱりあのまあ最近一番近年のところではコロナにコロナ禍に入ったっていうところでやはりみんなが揺れるそしてえと原点にもう一度立ち返るというえと場面がたくさんありました。でそこがやっぱり あのすごくブレてくてるるととと失敗につながるということを何度も経験しています。で、その時にやっぱりすごく大事だなと思ったのはもうアナウンサーのセッションから続いてるお話に近いんですがやっぱりこの私たちブランドパーパスってこの世界からちょっと大げさですけどケイト・スペードがなくなったら何がなくなるっていう対話をしたり私たちがいる理由って何とかあと私たちのえっ、ー、と マーケットにお客様に伝えているバリューって何だろうっていうところをやっぱりブランドって人が作ってるもので私たちの社員が作っているお客様と一緒に作ってるものなので社員とお客様と対話をして一つ一つ確認するという作業をしながら前に進んでいくということをやってました。あ、はい、ありがとうございいますあの またその,、ね、その伝え方も含めてお伺いしていきたいなと思うんですがウェブ上、古賀さんあのまさに日本ブランドというのを全面にあのアメリカ東海岸それでなくあのアメリカ全土に広げていってということだと思いますけどブランドの立ち上げからそこまでの苦労現在までであのこの成功していることを失敗した難しいポイントをお伺いしてもよろしいでしょうかはい、ありがとうございます。たぶんきょいらっしゃってる方今の最初のお三方のお話を聞いてですね 最後4番目でこの人誰だろうと多分思われてると思うんですけれどもあの我々ですねあのニューヨークでいちご植物工場を経営していればスタートアップになりますでこう、まあ、あのご覧いただくと分かるとおりこのような形でですねあの完全室内でイチゴを、えー、生産していますで今はですね主にマンハッタンのホールフーズなんかを中心にいちご販売をしていて今は会社出てい大体5年目に入ったところになります 我々の会社の特徴としては、まあ、植物工場って実はこれまでこうレタスしかです、ね、技術的に育てることがこう難しいとされてきた中で、世界で初めてこレタス以外のものを作るということに成功したところがまあ一つ我々の特徴なんですが、えー、じゃこの会社はです、ねまあ、そもそもあのなぜいちごをやったかというところがまさにこの我々のブランディングというところの話に直結してくるところで、大体いい普通の会社さんですと、そもそも。 こういう製品があって、それをこういうふうにブランディングしていこうっていう、そういう <laughs> ま形でこうや,やられていくと思うんですけれども、我々の場合は、そもそもこう世界最大の植物工場っていうところを目指すっていうのがこう20年、30年、40年後のゴールとして設定したときに、じゃあそこに行くためにどういうブランディングが必要なんだっけと、<laughs> でまあ、そのブランディングを作るためにどういうプロダクトが必要なんだっけっていう観点で、ブランディングをもともと考えています。なので、プロダクトアウトでは一切なくて、これも戦略の上位にブランドが先に来てて。 じゃこの業界でナンバーワンになるために何が必要なんだっけっていう答えが我々の中で一語だったっていうことなんですね。でこれなぜかっていうとまああの、まあ、ちょっと今ボトでもお話しした通りレタスしかこれまで植物工場を作ることができなくて今、まあ、ユニコーンといわれてるような会社がこの領域に大体5社ぐらい世界的にあるんですけれどもこの5社全部レタスを生産しています。 ただこの業界が20年30年後どこに行くのかっていうのを考えるとですね結局電気自動車とかとすごく似ていて今でこスト会社によって作れるものっていろいろ下があってて技術の差って大きいんですけれども数十年経っていくと大体この辺ってこう修練されていってですねみんな大体似たようなコスト構造で同じもの,うのが作れるような時代になってきますそうなった時にじゃあその時にナンバーワンになれるような会社って何なんだっけって考えるとですねそれまでの間にいかに植物工場といえばおいしいファームだよね でもみんなに一番最初に覚えてもらえるブランドを作れるかっていうことが非常に重要だな。これ電気自動車業界でいくとテスラがいい例なんですよね。結局2010年でテスラはロードスターっていうですね20003000万して年間500台とか1000台しか買えないような車だったんだけれどもだけど電気自動車なのにポルシーよりも速い電気自動車なのにこう自動運転がついてるっていう今までの車の概念にないようなプロダクトを投下したことで圧倒的なブランドを作って同じ2010年に まあちょっとこれは日本人としては私も悔しい思いがありますけど、日産さんが日産リーフというプロダクトと同じ電気自動車を出したんです。これは価格が10分の1。だけども、その性能でいってしまうと、やっぱり既存の車に比べて電気で走るということ以外、何がいいのか、ちょっとよくわからないプロダクトだったのかなと、ちょっと乱暴に言ってしまうと。その結果、何が起きたかというと、10年経って大体誰でも電気自動車が作れるという時代になった今、やっぱりテスラは、あのロードスターで始めたから圧倒的なブランドがずっとあり続けて、 その他の会社っていうのは、あまたある電気自動車の会社のうち一社にこうなってしまっていると思うんですね。なので、それと同じことがこの植物工場業界で起きるって考えたときに、じゃあ何が一番差別化できるんだろう、何が一番ブランドを作ることができるんだろうということを考えて、まあ、技術的にはすごく難しいとされていた、いちごにオールインでこう一点突破することによって、今、4年目、5年目になってですね、一応、この植物工場業界の中では、まあ、いろんなマーケティング指標を見ていくと、今、あの他のユニコーンを抑えて、 今圧倒的なブランドがが出来上りつつあるので当然、個別 <laughs> 具体的に一個一個個どういう施策をしたかという話はあるんですけれどもその前段として製品を選んだ時点である程度このブランディング戦略というのがまあ弊社の中ではこう決まっていたというところかなと思い小恵さん、最初の入り方ってニューヨークでやってらっしゃったと思うんですけど最初50ドルで言ったんですけど一粒最初のブランドの立て方みたいなところアメリカであのどんな感じでちょっと軽くそこだけ触れてもらってもいいですか。 まず、我々の、まあ、ゴールとしてはもうあの、世界中どこでもすごくおいしいいちごだとか果物っていうのを誰でも買えるっていうところに持っていくっていうのがゴールとしてはあるんですけれども、その前にやっぱり強烈なインパクトが必要だなと思ったので、まずは、とにかく高品質だけど、とにかく値段が高い。それで、かつ、えー、ミシュランの星付きレストランか、まあ、スーパーセレブですねからその、まあ、レオナルド・ディカプリオだとか、なんかビヨンセとかマライア・キャリアとか、そういうクラスじゃないと買えませんっていうブランディングで。 ローンチしましまたで1パック50ドルそうするとアメリカ人からするともう高級フルーツっていう市場って存在しないあの国なのでイチゴが50ドルってとんでもないってみんな思うんですけれども食べたことないわけじゃないですか普通の人。でこういうセレブの人だとかミシュランの押しつきレストランのシェフとかがこんな美味しいいちご人生で食べたことないよっていうとみんな、ね、なんだろうなんかすごいいちごがラッらよってこうぶブワーッと広がってですね。でそこから5年かけて今ホールフーズで1パック20ドルで。 販売してるんですけどもこれ20ドルっていう価格ですら結構高いんですけれどももともと50ドルでかつミシュランの星付きレストランかセレブしか買えなかったイチゴがお近くのホールフーズで20ドルっていうと急にないですか <laughs> なので、まあ、そこのローンチをまあ見据えてあの50ドルっていう価格で、まあ、5年前にあの最初にローンチしてブランドを作ったっていう経緯があります。 ありがとうございますあの植物工場のテスラというふうにもう言われているかと思いますけどあのそういった消費者といろんな実験をされててっていうことだと思いますけどあのぜひちょっとお伺い B2C のブランドを作っていくというところ岡部さん、その後、ね、柳澤さ,さんにもお伺いしたいんですけどコロナ3年目に入ってきてっていうことだと思うんですけど消費者、これ日本海外も含めてかもしれないどのように変化してきてそれに合わせてこのブランド戦略をアジャイルに変更していくみたいなところじゃあ岡部さんからその後と柳澤さ,さんにどうお伺いしてもいいですか。あのコロナになってすぐまずは生活者の イインサイトを徹底的に調べましたねやはりメーカーはブランドですので生活者がどのような変化というのをまずトッププライオリティに考えます大きく3つあったんです一つはこうあ不安とか恐怖ですねこれはまあ健康への不安または将来不安安安心安全への不安、まあ、こんなようなインサイトが大きく一つありましたもう一個がやはりこれどこでも出てますデジタル化ですよね で3つ目が自分時間ですか時間の使い方をどうするかこの3つの大きな変化が現れて1つ目のこの恐怖とか不安っていうところに関してはまさにいろいろ私たちも考えました。まあ 化粧品で単純にこう肌に塗るものっていう印象はあると思うんですけども私たちと考えるビューティーというのはよりこうホリスティックな方向にシフトしました。でですのの肌が美しいのは 肌だけ表面に見えてるものではなく内面だったりあと体の中ですよねでだったりあと心このマインドのところまあ資生堂は何年間完成科学というものをやってるんですけどまあ化粧の力ですとか震災の時にもビューティーコンサルタントが震災に訪れ震災されてる方の手をハンドマッサージをすることによってすごいやっぱ笑顔になっていただいたまあこんなような。 やはりこう一つ一つの,このまあこう化粧の力っていうんですかねまあこういったところをやはり一つ可視化してこういったニーズが増えてきているよりホリスティックなアプローチの方に進んでいったりあと安心安全っていう視点では特に中国はやはり資生堂のだけではないですけれどもメイドインジャパンにすごい。 こだわりがありやはり日本をやっぱ信用してくれてるんですねそういうこともあり工場に原点回帰をして工場に3つこのコロナ禍において建てたという経緯があります。つ目のデジタル化はまあ単純にこう お客様の神秘眼って言いますかね目が肥えたということなんでもういろいろ調べて買うんでただ単純にこうまあ広告を出してこういうキャッチーなねコピーを出して売れる時代ではなくいろいろな口コミとか何とかねこう調べてやるので非常に目が肥えて審美眼がすごい高まったのでそれに対してやっぱり本物のものをきちんと提供していかなきゃいけない。最後はまあ自分のの時時間間家族の時間 えーというのがねやはり外で飲んだりこうしてたことが一気になくなりましたんでやはり自分の時間をどうするのか家族といる時間をどうするのかその時にこう心地よいメイキャップよりももしかしたらパックスキンケアこのようなニーズが増えてきて。 まあ一気にその方向に変化していったというような経緯があります。山野さんいかがですか。またはどうこういった変化って結構シフトするのに大変だと思います企業としても。そうですね。あのシフトをかけ始めた時にちょうどコロナがヒットしたっていう形もあったので、それをこうあえて加速化させるような動きもあったんですけども、先ほど岡部さんがおっしゃられたようにやっぱりデジタル化という波はやはり大きく、やはりお客様が進む方法方向がもちろん購入っていうだけじゃなくてコミュニケーション、ネットワーク、コミュニケーション ととといいううこころがデジタルにシフトしたということであとは、まあ、生活スタイルもシフトしましたしなんかご飯を食べる時間も変わったみたいな,なんかそういう形もあ,のあったりとかしましたあとはやっぱりあのコロナだけではなくさまざまな世界情勢とか不安からとかっていうこともあるかもしれないんですけどもやっぱり意義があるものあと自分にとって大切なものとか。 時間体験とか自分の信じていることメッセージとかっていうことをすごくお客様がちゃんと声に出して伝えてくれるようになったりとかそこがすごく大事になったかなっていうふうに思ってます。 なのであのデジタルというのももちろんあるんですけどもその本当に反対に対局で特に人と人とが触れ合うお店だったりとか体験みたいなこととかあとストーリーテリングだったりあと私たちのパパスは「ジョイカラーズライフということであの喜びが人生を彩るということなんですがそういうちょっと混乱した中でも小さな喜びが連鎖すると大きな喜びになるよねみたいなことにすごく反応してくれたりとかっていうことが起きてます。 でまあ、その中で本当にあの私たちがこう。 シフトしてきたのはやはやり私たちのチームに対してのフォーカスっていうところをすごく上げました。でそれはやはり私たちのチームがお客様に伝えてくださるそれはデジタルであってもお店であっても商品を作るにしても商品を運ぶにしてもやっぱり彼らのえっとパーパスバリューと私たちのパーパスバリューがやっぱり交差していかなきゃいけないっていうところをすごくあのフォーカスを上げてコミュニケーションをしてやっぱり私たちのチーム一人一人がまあビロンギングいう あとはやりがい、働きがいだったりとか、と自分がここにいたいっていう気持ちを持ってもらえる、あとは自分らしくいていいんだよっていうことを会社からちゃんとメッセージをこう送っていくというような小さなコミュニティを会社の中でカウンセルを立ち上げたりということをしてました。ありがとうございます。あの岡部さん,もさんもおっしゃってた岡部さんもね、あのコロナ禍 の中であの日本に投資先ほど西村大臣からもあったりとか日本の中の投資というのがなかなか起こらなくて結構海外に見てその中で制度さんはあの投資されてとていうことがあ,のあったかと思いますけどちょっと桑さんもそういった文脈でこの日本ブランドをまさにあの海外あの、ね、東海岸あの含めて全米で発信してブランド化されてると思うんですけどこの日本のブランドこのエクイティみたいなところの,あの強い点だったりとか弱い点あのかなり、ね、調達だったりとかもされて投資家だったりとかアメリカの話されたりとかアメリカの消費者に 向けて,っていうことこやっててらっっしゃると思うううんでですすすけどあのどのようにあの捉えてますかそうですねやっぱりその世界的に見ると日本のブランドが強い地域とすごく生きる地域と生きづらい地域って結構あるなと思ってて我々がやってるアメリカっていうのは実は多分世界的に見るとあんまり日本ブランドが生きづらいところだと正直思っていますとでやっぱりアジアとかの方がこう日本に対する憧れみたいなものがものすごくあったりするんでなんか日本から来た何かっていうところ ね、それだけでこうみんなこう盲目的に信じていいものだと思ってくれると思うんですけれどもアメリカだと実はそこが結構弱くて当然トヨタだとかソニーみたいなその、まあ、自動車メーカーとかエレクトロニックスメーカーに対するリスペクトってすごくあるんですけれどもだからそれを超えての理解っていうのは正直あんまりなくてですね一般的に私,、まあ、私の感覚でいくとすごく知識層だとか富裕層の中にはですね日本っていう国の明確なイメージっていうのもあってすごくいいものを 作っってている国だっていうイメージがあるんですよねなので日本のものだったらなんかすごく値段が2倍だろうか3倍だろうかきっといいに違いないって思って買ってくれるんでプレミアム品だとかすごい試行好好品になってくると日本のブランドっていうのはそれニッチなマーケットの中ではかなり刺さると思いますでただ一方でそこから大衆品を目指していくというところになった瞬間にですね正直日本と韓国と中国の違いがよく分かんないみたいな人っていうのはもう実は本当にたくさんいて。 でまあ、トヨタとソニーが日本だっていうのはなんとなく知ってるけどじゃあなんで例えば我々みたいな食品の会社が日本,日本の食品会社だって言ったらじゃあ韓国とか中国の食品会社と何が違うんだろうっていうのは直,直感的に全然分からないっていうのが多分8割9割だと思います多分アメリカ国民の中ではなので、まあ、そこに結構大きな差があってあの,なのでも私個人的にはもし日本のブランドがアメリカに進出する際は仮に日本で なんかこう安,安くていいっていうのが売りのブランドだとしてもアメリカに来るときには絶対にプレミアム品としてブランディングして入っていかないと日本としての強みが全くできないっていうのがまあすごくあの1つ気をつけなきゃいけないことなんじゃないかなと思ってます、うん、ありがとうございます。あの 岡さんも今おっしゃっていただいてんですが、ね、この,あのランニングがあると思いますけどこれをじゃあちょっと仕組み化していくところの難しさみたいなところもぜひお伺いできればと思ったんですけど井垣さんあの、先日日経ビジネスで非財務資本の価値が10年で17倍というところでロンあの見させていただいたんですけどこれブランド価値とまさに密接にというところだと思いますこれどういうふうに仕組み化されていくこういったブランドい伝えというていただいてもいいてもですかそうですねちょっと2つの観点からお答えしたいと思うんですけども1つはその非財務価値が実際に自家層 総額にこう反映され織り込まれてどれだけ企業価値が上がっているかっていう観点では。 対象は資本市場だと思うんですよねしたがって資本市場をちょっと対象にしたお話とそれ以外の実際のビジネスというかですね顧客の市場を対象にした話という2つに分けてお話ししたいんですけどもまず資本市場に対してはまず日本ブランドってもうもはやないとなくなってると思ってるんですね、えー、もうこの3年4年で日本株のファンドってもう次々とあの閉鎖されていますし長年日本を見てきたアナリストやファンドマネージャー もう完全に株式市場においてはもう日本株っていうのは完全にプレゼンスが薄くなっていてもはや日本企業だからという戦い方では全くあの海外の基幹投資家にはですね評価されなくなってきていましてもう個別の企業のバリエーションの評価でしかもう株価がつかなくなっていますので。 あの日本株っていう自分たちは日本企業だからどうこうというところを超えて個別の企業としてのいかにこの企業価値を伝えていくかっていうことがもう勝負になっているそれによって今株価がこういう状況の中でも堅調なところとやはりマーケット全体のトレンドに引きずられていると。 っていうこの二極化が起きてんじゃなないかなと思いますでまあ本筋の方の、えー、いかにじゃあそのブランド価値を上げていくかっていう観点での仕組み化ということで言いますと、まあ、先ほどあの柳澤さんやあの岡部さんもおっしゃってたことにもつながるんですけどもいかに現場でステークホルダーとの接点を担っている社員が 正ししくくブランドを体現しててれるかっていうことが一番大切なことだとだ思います。で、そういう意味ではあの何かブランディングのキャンペーンのようなことが必要なわけではなくってやはり、いかに社員一人一人の態度変容を起こしていくかっていうことだと思うんですね。で、じゃあ何がその態度変容を起こしていくのかっていうともう今日朝の全体セッションの時から何度も出ていますパーパス。 になっていくと思うんですねそれがやはり社員にとっての求心力になりますし企業としての成長の原動力になっていくものになっていると思いますで先ほど申し上げた分断した世界の中でそこにいる社員の人たちを何がつのぐのかって言ったらやはりもうそれはパーパスによりその重要性っていうのは 増してきててきいいると思っていますそれどうやってや,るやってらっしゃってたりとか <laughs> そのね伝えていくまさにその「ハウ」のところでいくと弊社もですねそのパーパス弊社の中で企業理念って呼んでいるんですけれども創業の時代からですね事業を通じて社会的課題を解決することで成長するという企業理念をずっと受け継いで大切にしてきましたしたがって社員に、えー、その浸透いかにこの企業理念を浸透させるかっていうことが、えー、そのブランド価値をグローバに グローバルに作っていくために最も大事なことだと考えていまして弊社ではですねそういう社員が企業理念を自分の日々の仕事の中でどれだけ体現して実践しているかっていうことを会社がですねそれを認めてあげてグローバルの社内で共有してあげて褒めたたいてあげるというですねえ表彰制度をやってるんですねこれ名前が D オムロングローバルアワード略して TOGA と呼んでるんですけどもこれ始めて10年に。 なりまして、えー、今ではですね、えー、テーマでグローバルで6000件で社員ではですね延べで5万人以上が参加する非常に大きな活動になっていましてムーブメントになっていまして今ではまあその,あのテーマの中からさまざまなイノベーションであったりコラボレーションが生まれるような、まあ、弊社の,あのイノベーションを生み出して企業価値を上げたりブランド価値をですね社員にしっかりとこう体現してもらうための仕組みとして非常に重要な役割を果たすようになってきています。 あのそういった仕組み化して、組織に浸透させていくと非常に重要なところ、古、はい、賀さんあの、あと柳澤さんにもお伺いしたいんですけどどのかなり多様な組織でやってらっしゃると思うんですね、で、これ、日本企業の方,方、経営者の方,方、とか皆さんあの、どうやってそのアメリカの中での企業にそういった文化を浸透させて、またブランドを浸透させていくかということだったりとか、課題抱えられる方も多いと思うんですけど小古賀さんからそのあと、柳澤さん、日本でそれを組織、どういうふうにやってらっしゃるか、古賀さんからじゃお願いしてもいいですか。はいそうですねあの やはり確かにそこは非常に難しいポイントで特に会社を大きくしていけばいくほどですね、まあ、最初のうちは例えばそのすごい日本のことが好きな人だとかそういう人でこうチームを組んでいけるんですけどやっぱりね100人1000人単位で会社が広がっていくとそういうふうにはどうしても行かなくなってきて日本にそもそも行ったことないような人たちがどんどん社内に増えてくると思うんですよねで <laughs> あの、まあ、非常にその日本の文化を浸透させるっていうのは難しいんですけれども,も結論から言ってしまうと多分なんか無理に完璧に日本の文化を理解してもらう必要は なくてそこにこにだわる必要は正直ななないいんじゃないかなとで当然その日本の文化のを誤って発信してしまったりだとかなんか全然あれ私がじゃあ日本人としてやりたいことじゃないようなブランディングをされてしまうっていうのはもちろん困るんですけれどもある程度やっぱ現地の人にも分かりやすいような形でこう。 あの端折って噛み、ね、砕いて咀嚼しやすいようにしてあげた方がいいんじゃないかなっていうことが最近あのまあ学びとして特に大きくて例えば我々の場合は今ブランディングのヘッドっていうのはもともと「ルルレモン」でブランディングとマーケティングのヘッドをさせた女性の方が2年前に入ってきたんですけれども彼女は実はまだ一度も日本に行ったことがないんですね、うん、コロナの最中に採用したので、まあ、その後も行けずじまいで,で最初のうちはですねあのインスタグラムの案とかをこう出してもらうとですねなんかハングル語が書いてたりとか。 なんかあの香港の写真とかがこうなんか平気でこう貼られイメージボードに貼られてくるみたいなでもそれぐらいあの日本がどういうところなのかっていうのはよく分かってないような状態からのスタートだったんですね。で当然なかそのレベルだとさすがに私も危機感を感じるんですけれどもなんか必ずしも日本人と全く同じレベルでそこを理解している必要はなくて逆に今日本人が横にいて、まあ、これはちょっと全然違うよっていうところが踏めればなんかそれ以上はそこまで完璧に求める必要はないかなって思っていますので。 例えば我々の場合だと、えっと、それがよく表れているのは社名だとかうちの製品の名前なんですけれどもそもそもおいしいファームっていう名前ってもし日本で事業を始めるとしたらですね絶対こんなダサい名前誰もつけないんですよ。<laughs> あ<の>ダサくないですよ。すね、いやいやもし日本でねおいしいファームで実際やられてる方がちょっと申し訳ないですけど <laughs>、ね、我々のいちごのプロダクトの名前って <laughs> あのおまかせベリーっていう名前なんですね。でこれ多分日本だったらおまかせベリーななんて名前に絶対つけないんですよ もう何で,でもおまかせベリーっていう名前かっていうとですねおまかせっていうのは今海外の富裕、まあ、層の間ではものすごくヒットしている超高級料理といえばもうおまかせコースですみたいなもうそういうのがもう頭に入ってるでなので,でっていうのとまあこうそのシーズンで一番いいものを料理長の人が用意するんで安心してそれをあのお客さんはこうあの消費するとでそれは我々の概念と全く同じやってることと全く同じで一年中常に同じ品質のものを 安心してて食べてくださいよっていうことで、まあ、おまかせベリーって名前を付けてたりするんですけどこれって多分日本人だけが日本人だけのマーケティングチームで完璧になんか日本の会社としてやっていこうと思ったら絶対出てこないですこういうの。なのでなんかそこら辺は結構あなんか日本人としてちょっと気持ち悪いなと思うこと結構実は社内にいっぱいあるんですけれども,でもそれでも全然いいんだなっていうことに気づいたっていうのと逆になんか下手に日本で成功体験のある日本人のマーケターとかマーケティングチームだけで。 土地感がないとか、肌感がない、海外でマーケティングをさせるっていうことの方が、圧倒的にリスキーだな。やっぱり、そのルルレモンの人が、導入してくるようなマーケティング政策とかって、日本人の私からすると。なんか、本当にそれでいいのかなって思うようなことって、結構たくさん、こう、怖いことあるんですけれども。蓋開、うん、けてみたら、全然、そのブランド基礎にならずに、かつきちんと浸透してるみたいな。ことが、こう、できてるんで。あの、その辺は。なんだろうな。なんで、まあ、結、結論をまとめて言うと。 そんなに日本品質とか日本っていうところに完璧にこだわらなくてもいいんじゃないかなっていうところが今までのライン,ディングですね。<laughs> とはいえでも会場の皆さんはこのすごく大きい日本のブランドと日本の本社がみたいなこともあったりあの俺柳澤さんも岡部さんもその辺りの葛藤ってあったりとかしますもしよかったら日本の会議、うん、アメリカにとかってことでやってらっしゃるとかね。 もうファクトでであることは間違いないなんですただ本当はアメリカ市場って本当戦うのが難しくて、まあ、資生堂でいうとうやはりシェアは下がってるんですねでもっと言うとアメリカのブランドの大きなメガブランドもシェアが下がってるんですエスティーローダーとかロレアルとかそういうでじゃあ何が伸びてるかったニッチのやっぱりこうスタートアップ系のものが非常にこうやってだからやっぱり特にアメリカという市場は。 そういった新しいものイノベーションそこにやっぱ生活者が求めてるんじゃないでしょうかね。だからもう 落ち着いたブランドは、まあ、伝統的なブランド落ち着いたブランド変化を起こさないブランドはどんどん淘汰されていくこれがアメリカ市場ではないかなということでやっぱり世界の中で一番難しいですよ、ね。これでも地域ごとにもまたちょっと違ってヨーロッパだと意外と、ね、ステーブルなブランドがまだということかもしれないですけどアメリカだともう,圧倒的にその日もうだからエリアによって本当に全然ブランディングというかやはりこう成長度はやる,やる戦略を変えていかないと非常に難しいですね。うん 澤さんそういったところはアメリカ側からもまたベッドっていうことのプレッシャーだったりあると思いますけどこの組織の中に浸透の仕方いかがでしかう。はいそうですねあの先ほど小川さんがおっしゃってたようにパーフェクションっていうは完璧主義っていうのはやっぱり何となく日本人が持ってるものなのかなって完璧に日本英語を喋らなきゃいけないとか完璧に相手を理解してなきゃいけないとかでもみんなが違うってところからスタートすれば分かっていくっていうことでどん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 ,どん受け入れることもできますし英語も完璧じゃなくていいと思えば話すっていうチャー なるしやっぱりツールとしての語学だったりとかやっぱりあのそれをこう頑張ってしゃべってみるっていうことを推奨するとかっていうカルチャーのことはすごく必要なのかなっていうふうに思ってます。あとはもう一つやっぱりコアバリューってやっぱりそのいろんな違う人たちをこうマグネットのようにつなげるものだと思うのでやっぱりそこをすごくあのベースに経営をしていくことあと,えと私たちはそのコアバリューだったりとかあと あと私たちが信じてるあのインクルージョンとダイバーシティーがあのちゃんと成し遂げられたかどうかっていうことが目標設定だったりとかあとインセンティブプランだったり組み込まれていたりそれをこうもっと大変したいっていうチームが中にいればそのチームでグループをコミュニティを作ってやっぱり社会貢献活動をしていくとか自分たちの、えっと、パーパスを会社を使って実現するみたいなことを世界中で だけどやっぱり世界中でアメリカでやってるやり方は違うし日本でやってるやり方は違うしヨーロッパでやってるやり方は違うっていうことを認めていくっていうことでつな,ぎつながりを作っていくっていうことをやってます仕組みとしては。 私業と全体の中に入る前に1、2分だけ、井垣さん、そういった中でこのブランド戦略のあり方って、ここから10年、どう変わっていく、井垣さん、どう思われますそうですね、あの先ほど言ったように、これからブランドリーダーシップ、やはり取っていく存在にならなければいけないと思いますし、ステークホルダーからそう期待されていると思います。で、その中でキーワードは私は3つあると思っていて、一つはサステイナビリティで、2つは、えー バリューチェーンですねそして3つ目がパートナーシップだと思っていますどういうことかというと 今サステナビリティでどっちかというと社会的責任とかエスカルとかなんかそういう文脈でブランドを語る時にはこう位置づけられてきたんですけども今や完全にですねあの競争戦略になってきてると思うんですねで一番有名な例はですねあのアップルさんがもう自分たちのサプライヤーはもうカーボンニュートラルな工場で作ったパーツ以外は自分たち取引しないっていうのをもう公開されてもう。 され実行されてますよ、ね、でアップルさん以外もそういう展開されていましてでそうするとカーボンニュートラルでないともう取引さえしてもらえない時代が来ているということでこれからのブランドにはもうサステナビリティ非常に重要だと思いますしそれがブランドの責任が従って自社だけではなくってバリューチェーン全体の に対してです、ね、そのサステテナビリティの責任を負わななけければいけない特にカーボンニュートラルと人権問題に関しては自社だけではなくて自分たちの取引先に対しても責任を求められるブランドの価値の基礎につながる。 時代になっているということとこれを進めていくためにはつまりバリューチェーン全体で取り組まなければいけないので自社だけではなくてパートナーとともにその課題に解決に取り組んでいくというそういうブランドのリーダーシップが求められていく時代になっているんじゃないかなとそんなふうに思いました。井上さんありがとととうございいいままますすそれではちょっと全体に、はい、あの3つぐらいまとめてではあの、はい、お願いしますよ2人 小賀さんあの世界を目指してニューヨークでやっているのにおいしいファームって日本ブランドにこだわっているのは戦略なのかそれとも古賀さんの心の問題なのかあのお,お聞かせください。はい、ありがとうございます。えー、っとですねそ、そうですね、答えとしてはまあ両方なんですけれどもこれその、やっぱりブランドとして、他の会社はみんなレタス、アメリカのレタスの会社としてやっている中で、我々全然違うプロダクト、かつ超高品質というところを目指してやってたので。 なぜ高品質なのか、なぜおいしいのかというところに話として、いや、これって実は日本で、こう日本でしか本来育てられないものすごく特別な品種があって、それが植物工場って技術のおかげでアメリカでも作れるようになったんですよっていう分かりやすい、そういうあの話がしやすいというのがまず一つ当然あるんですけれども、どちらかというとの、後者の私の <laughs> 気持ちの方が強くて。 結局なぜ私がこのビジネスを今アメリカでやってるかというとです、ね、この植物工場っていうこの業界って今後100兆円ぐらいの産業に40年、50年かけてなっていくっていうのは大体決まってる中で日本としてかなり勝ち筋があるものすごい日本としてものすごいチャンスがある領域なんですね。これなぜかというと日本の施設園芸っていうのが世界で一番、まあ、オランダと並んで,です、ね、世界で2トップの技術があってその技術を本来であれば日本でしか。 使うことができなかったのが植物工場にになっったこことによって電気されば世界中どこでも作れるようになるだからこう日本初の世界産業っていうのがこう自動車の次の産業としてですねこれは立ち上がる可能性がすごくあるまあ素晴らしい技術だなというところをやっぱり日本人として感じている部分があってそこになんとかこうあこれって日本の技術なんだ日本の農作物ってこんなにおいしいんだ日本ってラーメンとお寿司だけじゃなくて実はこ果物とか野菜っていうのも <laughs> 世界トップクオリティのものがあるんだっていうこれ21世紀食の日本っていうのを立国していく中でものすごく大きなパイを占めるあのポテンシャルを持っていると思うんですねそこに今日本の爪痕を残したいっていうのが、まあ、個人的にものすごい強い思いとしてあっておい、まあ、しいっていう名前をあの残してるっていうのはありますそれでは他にご質問あのよろしければまたしていただきたい,いかがでしょうか会場のはいあともう一人ぐらいどうなったかもしれ山下さんどうですか すあすいいままません、えー、とセガの杉野とと申しし本日はお話ありがとうございました、えーとですねまあ、グローバルのメッセージングの話が先ほどあったんですけれども、えー、これ、本当に大変難しいなと思っていて、僕たちもこう何か有事があると一番にこうメッセージを出すようにしているんですけれども、同じメッセージがやっぱ通用しないと言いながらも、リージョンによってメッセージを変えることが逆にリスクになることもあって、まあ、当社ではこうセガソリック・ザ・ヘッジオックで映画を。 やってですね一部こう、中国の政府の方からこれ、録音されるんでしたっけ、変更しろという話があって、中国でちょっとできるかできないかというときに、それを変えていいか悪いかとかいう、そういう大きな課題がありまして、そういう中でこうメッセージングって、どういうプロセスで、あのリージョンでとか、全体、ヘッドクォーターでとか、どういうふうに決められてるのかっていうのを知りたいです特にどなたにお伺いしたいところ、先ほどの大室さん、特に、ね、そういう話があったので、あと、生徒さんなんかももしかしたらそうなのかもしれないですけど、はい、ヘッドクォーターとしてのやっぱ判断かなと思うので。ぜひはい はいいごご質問ありがとうございます、えー、とどういうプロセスで決めているかということですけれどもまずはヘッドコーターで、えー、そのマスターとなる、えー、メッセージですねキーメッセージはあの決めます、それは会社の明確なスタンスですのでそれを明確に決めた上で各リージョンにこのメッセージを出したら 特に社員や取引先の方はどういう受け止め方をするだろうかっていうフィードバックをもらうようにしています。でその時は社内だけではなくて現地の例えばあのリスクコミュニケーション危機管理のコンサルタントであったりアドバイザーという人に第三者や社会の視点からの意見ももらいながらそれをどういうふうにすればいいのか,だからそれは同じメッセージだとしてもどういう単語やあの 言葉遣い表現を使って現地の言葉に訳せばいいのかっていうところまでアドバイスをもらってニュアンスとかこちらが考えていることが正しくローカルのステークホルダーに伝わるということをします。で場合によっっててはローーカルかからららいやこれだったらダメだたメ本社のメッセージを変えてくれ っていうリクエストが来ることがあります。えー、そういうのを受けて、えー、変える場合も、えー、もちろんあります。えー、したがって、えー、まあプロセスとしてはですね、まあキャッチボールしながら、えー、最適なところを作っていきまして、一番いいのは統一したものを作ることですけど、場合によってはあの少しパーツが変わって出ていくということもあります。それはどちらかというとロータローカル最適という観点で私たちはす。すごい短期間でやられるって感じなんですね。やりますね。はい。うん やりますね、最近のウクライナだったりとかも含めてそ,、ね、そのサイクルでも,もう数日以内にって感じなんです、はい、そういうスピード感でやってます岡部さん、もし追加あれば全く同じですねあのグローバルでのガイドラインといいますかルルールブッククリエイティブのルールブックがベースにありますあとはもうリージョンの人たちに基本任せますその範囲の中でやってくれというようなことで、えー、やっぱりリージョンのお客様実質その地区にいるお客様に 響くものなのか、また、これは誤解を変に与えるものなのかっていうところをチェックしながら。まあ、そこの両方ガイドラインと、その。リージョンニーズというのを混ぜてやってるという感じですね。はい。山下さん、どなたに質問期待が含めてし、はい。はい、株式会社山下さです。柳沢さんに質問させていただきたいんですけど。あの、ケイトスペースさんの商品って、ずっと、まあ、いろんな、まあ。実際に目に見える、商品だと思うんですが、これが。 あのコミュニケーション戦略を変えることによって、まあ、人の変性だったり価値観が変わってくることによってコミュニケーション戦略を変えてブランドのイメージを変えることによって売り上げが停滞したりだとか、まあ、伸び悩んだりとかした時にドライブするってことを多分長い間 CEO プレジデントされてるんで経験されたと思うんですけどどういうふうにその変化を見極めて えー、売り上げ向上だったりとかブランド戦略構築に、えー、持ってこられたのがおそらく経験があると思うので古賀さ,さ,さんもし一言あれば柳さん,さんじゃあお願いします私たちの方も定期的にやっぱりお客様の声という形をやっぱりマーケットリサーチだったりとかいろいろ本当にお客様に直接お話を聞くというところで起きてたりとかあとはもちろん現場にいるスタッフからの声とか。 iPhone のサイズ変わりましたよとかっていうあの小さい話ですけどなんか例えばそういう最近は栄養を持ちませんよみたいなそういうことも含めて本当に毎日のようにそれが私たちの仕事でやっぱりお客様のマーケットのお客様のことを理解するのが仕事なのでそれをやはりあのシーズンだったりとかその。 えっと商品の開発サイクルに乗せていくというのがあのまあナチュラルに起きているサイクルかなというふうに思っています、まあ、私たちがブランドを作った時93年はアップルあのパソコンを持ち歩くという文化もなかったですし例えば iPad を持つというものがなかったんで <laughs> やっぱりお客さんがどんどん進化している中でやっぱりサイバックもサイズが変わってきたりとかっていうのはそのナチュラルにこう進化していくというところでビジネスをあのドライブしてます。 小賀さんなんかか一言ありまますかすみません今、柳沢さんとおっしゃってたんで、完全に油断してたんですけども、<laughs> あの質問はカスタマーフィードバックはどういうふうに取り入れて,かてすああいますかたこ古賀さんがあのまさに、えー、っとおまかせベリーを作ったように、あのブランドの戦略を練る、えー、っときに、その地域の状態を把握して、 戦略を作ってブランドをやってたと思うんですけどもともとはそれで良かったんだけどお客さんのその行動だったり価値観が変わって <laughs> えとその売そ上売が伸び悩んだりだとか方向性を変えたりだってことを多分やってこられたと思うんですねこの5年の中でそういったあの変化点の、えー、変化点をどう察知してどう変えたのかって話を教えてもらえたらと、はい、1分ですいませんはい、はい、すいません申し訳ないです 実は幸いにも今我々ってもうあの需要が全く病に追いついてない状況でとにかく工場をたくさん建てなきゃいけないっていうフェーズでまだですねそのなんだろうな価格だとか製品の方向性を変えないといけないっていうところに実はまだちょっと到達してないのであの当然日々カスタマーフィードバックとかっていうのはあの,あの ファンサークルとかを作ってですね、実際にお客さんの中から、実際のお客さんから声が届くような仕組みみたいな、ファンボードみたいなのを作ってやってるんですけれども、まだそこまであのドラスティックに何かを変えなきゃいけなかったとっいうところにはあの至っていないです。すみませんありがとうございます、皆さん。あのパネルシストの皆さん、本当にありがとうございました。今日のの議論の中で1つだけテイクするとするるとと パーフェクションからの脱却というキーワードが出たかと思うんですけど、先ほどね、あのルールレモンの人があの日本も行ったことなく、ハングル文字をみたいな話もあったりとかしましたけど、なんかそれぐらいあのスピードでも進めないと、この多様な価値観の世の中の中で、なかなかやりきれないみたいなところがあるので、日本企業、本社の、また日本のブランドに対する誇りみたいなことがあるんですが、パーフェクションの脱却をどのようにやっていくか、それであのグローバルで戦っていくというところがポイントになるのかなと思います。本日は皆さんありがとうございました